犬の散歩中に見た近所のお姉さんとそこの家の猫の会話。猫はお姉さんに向かって泣いてて、お姉さんは真顔で猫と話してた。猫、あおんあおん。姉、おばあちゃん、老人クラブの旅行なんだよ。猫、あおんあおん。姉、明日の夕方帰ってくるの。猫、あおんあおん。姉、久々だからさ、楽しんでるといいね。猫、あおんあおん。姉、我慢しなさいよ。おばあちゃんだって、息抜きが必要なんだから。猫、あお。姉、もうお家に入ろう。猫、もう。お姉さんの後にくっついて、家に入っていく猫。両方可愛すぎて笑った。そして、うちの犬、うんこ長すぎ。